S600 かけます。一発でかかって調子いいです。ただバッテリーがなくてバッテリーをつないでます。室内はカーボンシートを切った貼ったして、やってますが結構処理が汚いです。でここなんかも剥がれてどうしようもない。でこの中ももう錆びてしまって扉も歪んでます。これなんか新しいビスで無理やり止めてる。で鏡も曇ってる。ホームボタンひび割れ、ウッドステアリングなんで規模ひび割れ、全周ひび割れです。で窓がちゃんと閉まらない。これはもう左右とも閉まってないと思います。ちょっと分かりづらい。ゴムキャップがなくなって穴が開いてます。エンジンルーム、多分マスターシリンダーどっちかが漏れてたんだと思います。ブレーキオイルで錆びてます。塗装も剥がれます。耐熱ソールじゃないから剥がれる。左はまあマシですが、右は反対側錆びてる。でホロ、こういう破れはあります。で全体的に硬くなって、この端っこなんかはもうダメだと思います。特に何か開けたようなところはなかなかない。やっぱりメッキは錆びる。左テールレンズ、ひび割れがする。当てたのか、凹んでます。ガラス曇り、フロントガラス、これめっちゃ曇ってますけど、これは磨けば、透明になると思います。こういうところも錆びてる。これはボンドなのか